世界はまだ高カカオチョコレートの実力を知らない。凝縮されたカカオのコク、商品名に偽りなし、まさにこれがカカオの恵み。まずは感じたままに、あの空間で撮影をするっていうのはとても緊張するんですけど、実際カカオの恵みを食べながらそこだけに寄り添ったといいますかね。以前にも試食させてもらったんですけど、今日はまた全然こう違った新しい味わいが発見できたので、それをオンにする部分と、言葉だけじゃないもので佇まいとか空気感だとか、なんかそういうことをとても大事にしていました。本当素直に普通にうまって思いながらやってるんで、そこは嘘がないですね。驚きました。まず食べた瞬間にこれカカオチョコレートなのかという素直な感想が出てきて、これ本当に食べたことないんだけどっていう新しい発見といいますか、すごく驚きましたね。大切な苦味だけが残ってるっていうか、雑味が全くないんですよね。だからいろんな世代の方々になんかお届けできる商品なんだなっていうふうに思いましたね。今日の現場の皆さんがこの商品に対する思いみたいなものがとても僕は幸せだったんですよね。だから一番最後に僕たちのところに届いてるわけですよ。その後にまあ言ったらお客様に届くわけじゃないですか。でもそのずっと前からやっぱこの商品に対して向き合ってきた人たちがいて、ようやくこうやって撮影できるっていうことに対してみんながこうワクワクしてる感じっていうのが奥深さを感じて、そういうなんか積み立てが皆さんのところに届いて完成だと思うので、自分たちが届く前までの最後の大切な作業を今日みんなにできたっていうことが僕にとって国深でした。大切な思いを持って、僕に15秒30秒っていう世界観ですけど、少なからずバトンを渡してくれたと思ってるんで、なんかそのバトンの国深さを今日感じながらやってましたね。僕が今回出演しましたカカオの恵みの CM、 いかがでしたでしょうか、ね、皆さんもコク深いカカオの恵みを味わいながらこうリラックスタイムを楽しんでいただきたいと思っています。ぜひお楽しみください。